約束の刻限は通り過ぎておるぞ。武蔵の姿はまだ見えぬか。これでは日が暮れてしまうぞ。脇道の警戒に回ろう。奴はどこから来るか分からん。おう。若様、私めも見てまいります。決してここを動いてはなりませんぞ。うん、帰ったら高い高いしてね。もちろんですとも。ですから決してここを動いてはなりませんぞ。分かった。武蔵、お前まさかあんなの。おいおいおい、お前が大将か。そうだけど、おじさん誰。おじさんって言うの、今まだ若いだろ。まだって。そんなことはどうでもいい。それより早く逃げろ。俺は宮本武蔵だ。お前と決闘する相手だ。宮本武蔵。そうだ、だから早く逃げろ。わあ、声を出すなよ。どうすんだって帰ってきたら。早く逃げろよ。だってさっきここ動いちゃいけないって言われたんだもの。わあ、誰か助けて。宮本。しまった。吉岡一門怒るよな。貴様、恥ずかしいとは思わんのか。いくら相手が少しばかりアホだからといって、やっていいことと悪いことがあろう。私にとっても不運、わざとではございません。だがお前、あそこに毎晩から隠れていたんだろ。切り捨てましょう。いやそれよりも私を仲間に入れてくださるというお話は。ダメに決まっておろうが。許す。それでよいの、秀勝殿。もちろんでございます。決まった。今よりお前をわしの家臣として仲間に入れてやる。 ありがとうございます。この武蔵、老体に鞭打ってでもお使いいたしまする。あっぱれなる心意気、この義人嬉しい思うぞ。ありがとうございます。ねえ、この次は徳川を討つ。徳川幕府。我らはここにおわす足利義人様を旗印に、国中の反徳川の同志に呼びかけ、一斉蜂起する。なんと。我らがここ播磨の国に来たのには訳がある。この下の瀬戸内の道を江戸に向かう行列が通る。その行列に罠を仕掛けるためだ。罠。そうだ、徳川に味方したあの細川から、我らの手の者が金になるあるものを手に入れて、間もなくここに帰ってくる手はずになっている。わしが将軍になった暁には、武士による民のための民の祭りごとを行う友愛の精神でな。士族百姓の子供たちには学問を習わせる、手当も出そう。わしは以前、母上から株になる子供手当をいただいておったんじゃ。その大切さは身にしみて分かっておるのじゃよ。なんという優しい心で、この武蔵、心打たれましてございまする。それにしても、首里と楓の帰りが遅い。しくじったのであるまいな。首里に限ってそのようなことはあるまい。しかし遅いではないか。今はこんな奴の戯言を聞いている暇はない。肝心の軍資金が手に入らねば、絵に描いた餅に過ぎん。森綱、そう焦るな。別に焦ってなどはおらん。事実を述べたまずだ。あんたね、あんまりカッカカッカしない方がいいわよ。カツ丼でも食べなさい。わかめとか体にいいし、カッカカッカしなくなるから。うるさい。日が短いのは生まれつきだ。放っておけ。ちょっとあんた、人間の体で食べ物がどんだけ大切か知ってるの？人間食べなきゃ死ぬのよ。変なもん食べても死ぬの分かった？あんたの分はもう作らない。大逆が貴様の作ったものだぞ。俺も食べないね。マサちゃんには食べてほしいの。やめろ、気持ち悪いから。こう？すごいの、キスムジュ。バカル様、修理が戻ってまいりました。なんて
大事じゃ。おお。綾姫殿か。そなたには気の毒なことをしたが、これも大義のためじゃ。許してくだされよ。私は細川の者としての蛮行ですね。このようなことをして恥ずかしくないのですか。それはあなたはさぞかし高貴な方とお見受けいたします。わしは足利義人、十五代将軍足利義明が嫡男じゃ。やはり我が細川家に何か恨みがあるのですか。我が細川家、人に弓引かれる、そのようなことは断じてしておりませんぞ。黙れ。細川家はあろうことか徳川に寝返ったではないか。それは秀吉様がご乱心なされたから。度重なる出兵でどれだけの者が浮き目にあったことか。綾姫殿、いちいちもっともじゃ。だがな、それはそれ、これはこれ、大事は今ぞ。今を変えねばの。その今のために私をかどわかした足利義人は天下の笑い者になりまするぞ。連れて行け。あ、帰れ。あ、こちらへ。かさ、かさつに、来い。いや、それにしてもあれが噂の宮本武蔵。いやいやいや、いらぬ心配をしたわ。あ、親方様、飯の支度が整ったようでございます。腹が減っては戦はできません。さあさあ参りましょう。貧乏道場、いくらあっても足りません。何しろ飛ぶ鳥を落とす勢
級ですからね、門下生がいっぱいだし、金もがっぽこれもいただいたものはすべて門下生のため、寄宿舎、道場の建て替えに使っている。俺はただ、兵法とは何かを広めたいだけだ。かっこいい。では、またね。小次郎さんが、次はまたいつ来てくださるんですか。今度、一緒に連れて行ってくれる約束、忘れていてくださいね。分かった。ちょっとおばさま、それは霞とした約束でしょ。おばさまには関係ないの、ごめんなさいね。お口が過ぎるわよ、しょんべん放たれ娘。小次郎さまと最初に約束したのはこの私なの。ねえ、小次郎さま。おばさま。よさないか、二人とも。分かった、どうしよう。はい、そうしましょう。これ、まだ何も言ってませんよ。霞。先ほどの約束、忘れないでくださいましたね。上がっておる。ではな、ボタン、またな。しかし、小次郎様、お表になりますね。入れ食い状態。入れ食いとは何だ。すいません。時にお前たち、剣の道とはいかなる道かわかるか。はい。それは、精進し鍛錬し、強くなることです。そうです。強くなるとは剣のことか。はい、小次郎様のようにです。それだけか。はい。ただ強くなればそれでよいのか。それだけじゃダメなんですか。さあ、どうかな。それはお前たちが考えることだ。小次郎様、いや、お師匠様、もったいぶらずどうか教えてください。この通りです。ほら、侍がむやみに頭を下げるな。お前頭下げすぎなんだよ。ほんとペコリペコリってな。よいか、侍として生きるとは世を照らす道しるべにならなくてはならぬ。もはや勝った負けたと一喜一憂してるだけでは武芸者の道とは言えん。大事はいかに生きるかだ。そのために学ばねばならぬことは山ほどある。もちろん剣の道もだ。地、水、火、風、空、この5つの言葉の中に俺の兵法全てが込められている。地、水、火、地、命の源、大地のごとく。水、流れる川のごとく。火、原野を焼き尽くす伸びのごとく。風、谷を吹き抜ける疾風のごとく。空、雲立ち上り雨かけるがごとし。剣の裁き、身の裁き、日々の鍛錬、日々の生活で接するもの、すべての中に武芸に通ずるものがあるということだ。何のことなんだ、俺もさっぱりだ。お前分かるか。分かんねえ。まあ今は分からずともよい。だが強くなりたければ焦らず一歩一歩の歩みを大事にすることだ。まあ、気長にやれ。はい。しかし先生は先ほど勝った負けたではないとおっしゃいましたが、ではなぜに果たし合いを。相手に対して無礼であろう。無礼。たった一つの尊い命、その命をかけて挑んでくるものを無限にはできまい。たとえ望まぬ果たし合いでも相手のために存分に戦ってやる。これも大事な道なのだ。はい。おげー。佐々木小次郎殿とお見受けいたす。いかにも。そうだ。お前たちは下がっておれ。はい。尋常に果たし合いを申し。よいが、いつだ。拙者はこう見えても忙しい意味でな。もしそちらがお望みならば、今からでもよいぞ。何を。それは好都合。望むところだ。いざ、三人揃って参るがよい。巌流、佐々木小次郎をお相手つかまつる。我らは塚本流に通ずる。拙者は太刀の三平。いざ、参る。同じく大山俊。参る。志村三馬。参る。お前たちよく見ておけ。はい、はい、参れ。乗れ。もはや勝負はついた。どうか刀を納めくだされ。心配するな。
覚悟はできている。塚本龍の真骨頂お見せしよう。わかりました。いや先生、お見事でした。やめとけば死なずに済んだのに、もったいない。やっぱり先生は強い。お前も見たんだろ。早かった、早かった。待ってな、死ぬ先生。待ってな、死ぬ先生。おい、死を覚悟して勝負したあの者どもの熱き思いを軽んじるものではないぞ。すいませんでした。分かればそれでよい。すまぬが、あの者どもを年号に弔ってやってはくれまいか。はい、はい、行くぞ。はい、ツバメ返しか。さっきから見ていましたね。気がついていたのか。はい。お前にとって剣とは何だ。今を生きる道しるべかな。お主にとっては今を生きる道しるべ。同じですね。お主も相当な手代だとお見受けいたす。どうです、私の一行いかがですか。この格好じゃ何かご用意させましょう。無芸者たる者、いつ屍を晒すか分からぬ身、身だしなみを整えることは心得の一つでもありますからね。何を言う。お前のその格好は何だ。恥ずかしくはないのか。この格好ですか。全然全然。全ては得得した標法を広めるためです。全く恥ずかしいとは思いません。いくら広めるためとはいえ、それではまるで太鼓持ち。太鼓持ち。失礼ですが、日々の糧はどうされている。弟子たちがいるようにも見えませぬが、先立つものがなければ得得した標法を広められんでしょう。せっかくの標法広められさらばもったいないな。人の懐具合を邪推するとは無礼だぞ。これは失礼いたした。ざれ言を申したつもりだったのだが、図星。何。カジラ様、カジラ様、遅い。当人踊り連れてってくださるんでしょう。カジラ様、どうなされました。いや、別に大したことはない。そしたら早く、もう待てない。じゃあいいよ、待たなくて。そんな、うっそ。カジラ様の嘘つけ。カジラ様、こちらの方は。ああ、この方、名前聞いてませんでしたよね。宮本武蔵。え、そう、宮本武蔵さん。今知り合いになったんだ。でももう用は済んだから。行くか。行く行く。じゃあ競争。お化粧も悪いのかしら。いやー
あいつが不敬者、胸くそ悪い、許せ。でもまた道場を新しくしたんだって。門下生だってさぞかしたくさんいるんだろうね。それに水も滴るいい男。どうしたんだあんた。何がだ。あんた羨ましいんだろ、佐々木小次郎のことが。何。人が集まるところには花が咲き、銭が増える。お前俺のことを何にも分かっちゃいねえな。分かりもしねえで勝手なことを言うんじゃない。うるさい。大きな声出すんじゃないよ。泣いちゃったじゃないか。どうもすみません。あんた大きな声出すんじゃないよ、まったく。あんたが幼い時からどんな風に暮らしたか私がよく知ってるよ。言っとくけど、あんたに読み書き教えたのはうちの親父様だからね。厳しい無二歳様の教え指導にも耐えた。今まで果たし合いをして一度だって負けたことがない。あんたの名は全国に知れ渡ってるじゃないか。あいつほどじゃない。置きときなよ、佐々木小次郎なんて。あんたは誇り高き宮本武蔵だ。あいつだけは見過ごすわけにはいかない。ただのちっぽけな怒りなんかじゃない。あいつと会ったとき俺の中で久しぶりに熱いものが込み上げてきたんだ。あいつと剣を交えたい、倒したい。チャラチャラしてはいるが、あいつも俺にそう思ったに違いないんだ。あいつが真の武芸者ならばな。あのツバメが嫉妬をやって。そんなことより、あんた今日銭持ってきたかい。ちょっと、ゼニーだよ、ゼニー持って向かって聞いてんだよ。ない、すまん。ない。ちょっとあんたどこ行くんだよ。これどうすんだよ、バーカ。あの時のあんたはあんなにも輝いていたのに。ミツ殿、いよいよこの日がやってまいりましたね。これまでのご恩、武蔵、生涯忘れるものではございません。これをお守りです。それを私だと思って。ありがとう。大事にしますね。そうだ、こんなことしかできませんが、笑わないでくださいよ。三つ殿はお顔を描いてまいりました。私の。ええ、よし、
俺様特製のボタン鍋だ。かわいいかわいいイノちゃんと地元野菜をたっぷり煮込んだ俺様特製のボタン鍋だ。うまいよ。あ、説明してないかね、よだれが出てきちゃう。スー、はい、例のものを頼むぞ。ガッテンガッテン、この通り。さすがスー。おい、それそれ、頭がいろいろ言うたら入れるんやぞ。はい、ちょっぴりや、ちょっぴり、かき混ぜろって言ったらかき混ぜるんだぞ、いいな。はい、入れろ。入れろ。入れろ。早く入れろ。早く入れろ。早く入れろ。ごめんなさい。早く入れろ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 。お前さ、加減ってものがあるだろ。もっと慎重にできないの。すいません。くらい。お前何してくれとんねん。何かと問題になってるし、体罰はやめた方がいいと思います。体罰？はい、なんか教えるときに愛情からだと思うんですけど、手を出してしまうっていうことです。一応海賊5波と15条にも教えるときはドットタッチ見って書いてあります。体罰ちゃうわ。殴ろうと思って殴ったんだ。え？この漫画のけ。殴ろうと思って殴った。あ、筋が通ってていいと思います。もっとやって大丈夫です。え？よし。家たぎった鍋の中に放り込まれてかわいそうだと思わないの？だったら入れなきゃよかったじゃないですか。そうだよな。バカ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 。それじゃ俺の料理どうなんのよ。みんな俺の料理楽しみにしてんのよ。俺様の作る特製ボタン鍋は大好評。誰かよ。それを作るなってことかよ。食べるなってことかよ。いや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 、スー、ミー、はい、お前たちもだ。よし、今からイノシシの気持ちになって考えるところからやり直した。よし、全員でイノシシになれ。はい、これですか？はい、はい、正解。はい、番号。よし、あの裏山まで全員でイノシシになって行ってみよう。それイノシシの気持ちを考えるよ、ダメ。もっと早くだ。イノちゃんの気持ちを考えよう。静かに。痛い。おお、綾姫殿、大丈夫か。でも、どうして私を。そうじゃのう、捕らまえておいて大丈夫かはな。あなた様は誠に将軍様の。そうじゃ。あ、そうは見えんか。いいえ。ならばよかった。でも、では一体何をやたくしよう。それじゃ、それじゃの。いや、面目ない。わしは気乗りしてはいなかったのじゃ。徳川を倒すにしても正々堂々と。それを戦には軍資金がいるからとあの秀勝が言い出すもんだから、つい。義人様、まだ間に合います。間に合う。私を宿へ返してくださいまし。それは。それが叶わぬなら私をここで殺してください。武家に生まれたこの身、恥は心得ておりまする。さあさあ。うん、わかった。そなたを逃がそう。首里たちに行って無事に宿にお届け申そう。それでこそ将軍様、綾姫、嬉しゅう存じます。まだ将軍ではないがの。では。